日本時間の午後2時から一応停戦の時間が始まったというまあもちろんイスラエルによるガザ攻撃のことですけれどもこれの時間がまあ今、6時間ぐらい経ってえおそらくですけれどもまあ1時間前ぐらいの段階では戦闘が止んでいると。 イスラエルも空爆をしていないしハマスも戦闘行為に及んでいないと、まあ、少なくとも見かけ上は戦闘停止のようだということですで、まあ、もうちょっとするとこれで4日間ですかちょっと正確なあれ覚えてないんですけど この後に人質の一部ハマスが取っている人質の一部が解放されそれに伴ってイスラエルもまあ人質取ってるんですね <laughs>、うん、国家政府の軍隊が他国の、まあ、人質を取るっていうのもなかなかすごいことですけれど <laughs>、えー、まあ拘留されているパレスチナ人を 150人解放するまあ次第にそこから残りの人質についても徐々に徐々にという話だと思います。まあ、かつて似たようなことがあってどちらの責任かよく覚えていませんが停戦というのはしばしば破られることが多いのでそういうことになる可能性もあるので、まあ、皆さんピリピリしながらなんとか 銃声法制が聞こえない時間が少しでも長くなるようにということがえま望まれている状態です。あ、大 <coughs> 変ちょっと気になるニュースはなんか南部にガザ南部の方に。まあイスラエル軍のま。軍事的なことですから、命令に近いですけれども。北部 から避難をして南へ行けというふうに言われて行った家族の中で北部の家に戻る戻ろうとしてそれをまあ阻止されて銃撃を受けて家族の誰かが死亡したとそんな例があるということのようです。これあのイスラエルが まあ今やっていることというのは <coughs>、まあ、今度のことというのはもちろん直接のきっかけはハマスがいきなりえ数千発ですかもう大変なロケット攻撃を仕掛けてあるいは壁を破ってえ兵士がまあハマスのまあ軍事要員が入っていって大勢人を殺,せ殺したというのがきっかけですけれどもイスラエルが今やっていることを ガザの住民これはハマスということではないですけれどイスラエルの姿勢、えー、パレスチナのガザに住んでいる住民をお,おそらく一人残らず生きがいに追放するというのがイスラエルの望みではないかあのそういうふうに考えるとイスラエル軍の行動というのは、えー、なんとなく だからかっていうふうにちょっと納得がいくところがあって納得っていうのはそれでいいという意味ではないですけれどそれをやろうとしているんだっていうふうに受け取れるハマスの解体というのはそういうふうに言って軍事侵攻するんですけれどあのハマスとは関係ないパレスチナの一般の住民の皆さんはなんか巻き添えで殺されたり けがをされたりしているというふうに感じている方多いと思うんですけれど私の感じ方はちょっと違ってハマスの要因はもちろん、えー、殺害を前提として、えー、排除しようとするんでしょうけれども本当の目的はパレスチナ人民間の,そのハマスとは直接関係のない、えー、ガザーの住民220万人 <coughs> これを まあそういう約束ができているかいないか知りませんけれどえまあエジプトのほうに追放すると追い出すということがあの軍事作戦の目的なんじゃないでしょうかねあのやっていることからするとそういうふうに見えてきます。あくまできっ,かけはそうきっかけはそうではないですけれど。 <coughs> えー、という,ような感じがしております <coughs>、まあウクライナの問題をこういろいろ細かく議論する余地がなくなっちゃうくらいイスラエルのことっていうのは、まあ、大きなことをですね <coughs>、えー、まあ 我々日本にいて、えーまあ、まあ何不自由なくっていうことはないんでいろいろ問題を抱えながらですけれども、まあ、それでも毎日砲弾や銃弾が飛んでくることを警戒しなきゃいけないそういう生活を送ってるわけではない我々からすると、えー、なんかちょっと信じられないような思いですけれども病院にも学校にも砲撃があって。 爆撃があってそこにいる人たちが命を奪われていくということが現に起こっております、まあ、遠いようですけれどもそんなに遠いところでもないっていうふうにも思えるでしょう <laughs> で日本の国内のことですけれども、まあ、今日、まあ、冒頭でお話申し上げようと思ってたのは、まあんまり整理されてないんですけど もし一言で言うとすれば、えー、政治とカネに関わる問題が、えー、勃発してしまったという、えー、多分これを望んで誰かが望んでそう出たんではないと思うんですけれども自然にそういうものがしかもいろんな種類の政治とカネに関わる問題がもう本当にあの。 海が噴き出すようにぶわーっとこう出てきたっていう感じを持っております。<laughs> えー、例をい、ね、いいくつか挙げななきゃいけないですね、えー、一番大きいのは、まあ、もしかしたら、まあ、今日衆議院を通過したんじゃないかと思いますけれども、えー、今度の補正予算案ですね。えー 13兆何千億でしたかねでこれでいわゆる経済対策を、まあ、やるわけなんでしょうけれども財源の問題で、えー、岸田さんはこれはあの税の増収分をあの当てるからあの還元なんだというふうに、えー、国民に対する還元ですと、えー、言ったようなんですが、えー、財務大臣が。 それはもうありませんっていう行き先決まってますっていう話になっちゃったので結局今度のやつもいろんな対策の財源全て合わせてそのうちの7割ぐらいが赤字国債だそうですねまた借金なんですよ、う。ん よよく言うううなっていうこといこでしょそれでもまだいやこれは還元と言えるんだってこう頑張ってるんですけどそれは岸田さんがえまあ増税を言ってしまったためにえまあそうとも言えないんですけどそのなんていうかどんどん支持率が落ちていっているまあそれを多分挽回しようとしたんでしょうね。 改正の一手として、えー、我は私は増税眼鏡じゃないぞと減税眼鏡だっていうため,ために、えー、まあまあちょっと税のシステムをいじってですねで <coughs>、えー、まあその分税収は減るわけですけどね、えー、手当てをする。でえー いわゆる減税でえ何の利益もないえ所得の低い層に関してはえこれはあの給付金ということになるんだろうと思いますがえまあそちらもまあお金を出すということになったのでえでもこれが6月以降なんだよね。月って遠いよ <laughs> まただいよよまだぶ先ですよねうんあの今日々 感じているのは、えー、物の値段が高くなってなかなか落ちないということ。あの野菜の一部はね下がりましたよ確かに。はい。なんかと時々映像が切れてるような気がするんですけど大丈夫ですかね。えここのモニターの映像が時々切れるんだけどこれ今問題ない。あ了解ですはい。 あのね鍋物そのこれからどんどん寒くなれば鍋物比率が高まりますけれどもどうしたってネギ日本ネギねネギの需要は高まるばかりということなんですが一時期本当にすごい値段してて「ネギってこんな高いものだったの?」っていう感じになったことがありました。さすががにまあそれはあの生育が 遅れてたっていうことも原因の一つだったわけですけどそ,れそういう意味では追いついてきてようやく市場にまあ量が出てくるようになって値段が下がったっていうのはありますけどもとにかく今スーパーマーケットで買い物に行ってこう昔だったらまあ2,000数百円で済むだろうなっていう時のカゴがカゴの中身が。 下手すると円ぐらい行っちゃうようよな感覚ですかねこれをあの庶民は毎日、まあ、毎,毎日行ってないかもしれないがスーパーに行くたびに、まあ、スーパー以外で買い物してもいいんですけど <laughs> どこで買い物するにしても買い物をするたびに味わってるわけですよ。 なんでこんな高いんだって。っあ、そうかみたいな。そういうことですよ。あのガソリンの値段は少しこの間下がってました。けれどもね。あのおめでとうございます。元売り会社の皆さんは良かったですね。<laughs> いや、あの我々のところにもそれなりに多分、うん、ガソリンのね、えー、値段の。まあ、ディスカウントというのは？ 実はまあ聞いているということはありますけれども。それにしても、まあ元は高くなっちゃってるんで大変なんですよ <laughs>。で、そういう状況の中で、岸田さんは何とか支持率を回復させたいとま思ってやったことなんでしょうけれども何だろうね。その。財源で増。 税の増収分って言っといて財務大臣が「いやそれはありません」って言っちゃうっていうのは財務省に事前に相談もせずに、えー、税務のことで、えー、国会で答弁しちゃったっていうことですかねなんかそれがおかしいよねそもそもだからなんか思いつき的な政策、うん 場当たり的な政策に基づく思いつき的な政治 <laughs> これが今行われている政治の基本的な形になっているような気がします。でまあ一貫して行われているのはまあアメリカ政府ないしアメリカ軍の要求これには、えー、大変ストレートに、えーまあ、希望に応じるというね。うん 感じになってるような気がしますね。でまあこの予算の問題が一番でかいでそれにまあ匹敵するといったらなんですが官房機密費のもあこれ順番違うな <laughs> あのいわゆる政治資金あの規制法に基づくその政治団体が義務,に義務付けられている政治資金報告書ですね。これの まあ今日発表があったそうなんですけれど一昨年までの文に関してまあ,あの有名な研究者の方ですけれども自民党の5つの派閥がその政治団体の報告書の中でパーティー券の収入に関して記載していないものがあるということで刑事告発をした。それに ついてのき、えー、ありましたね報道が、えー。なんと岸田さんの派閥も入ってるわけですよ。から茂木さんの、茂木さんの派閥も入っている。麻生さんも入っている。で、全体で5つの派閥。が、実は今日さ、つい先ほど、えー、NHK が報じたようなんですが、今年の分について、 三千数百あるその政治団体の報告書を全部 AI に読み取らせておかしいところをチェックしてまあなおかつ記者が取材をした結果として新たに今年の分っていうまああの新しい分っていうことだと思うんですがそのそこでも実は 額は少々少なくなりますけれど5つの派閥と1つの議員グループこの議員グループっていうのは谷垣さんのグループのことですけどまあ数百万円からまあ50万とか80万とかそういうレベルのお金なんですがやはりパーティー券の収入を記載していないとこれ国会でもす既に追及されてますけれど。 まあすでに修正したっていうことになってるんだけれどもこれだけ広い範囲でつまりほとんどの派閥で似たような形でまあ記載がないとパーティー券の収入をまあ隠してるというとすでにねあの意図的っていう意味が含まれちゃうんで。 まあ、パーティー券の収入が記載されていないまあつまり本当ではない報告書を出していたこれやっぱりねおかしいよね。あのあミ,ミスですっていうふうな話ではないと思うんですよ。だ一定のの条件下で、えー、パーーティー権の収入を 隠すというか記載しないということを意図的にやったやそれも派閥レベルではなくて自民党全体のレベルでそういう何て言うんでしょう合意がどっかにあるんじゃないでしょうかだって気持ち悪いよねみんなやってんだよ <laughs> で思い出しますよねあの似たようなケースで、えー、政治資金の不実記載みたいな容疑で、えー、かつてね民主党の時代ですけれど小沢一郎さん小沢一郎さんに対しては、えー、いわゆるキジ「きずれの問題」というふうに解釈する向きもある中、えー、つまり実質的に虚偽記載をしたんではないという見方も 十分通用する容疑に関して東京地検特捜部が動いた事件ありましたよね。今度も動くべきですよね。ぜ、え、ひ、ー、東京地検は動いてほしいなと思いますがそれと、えっとまあ、今日今朝の朝刊までに報じられたこととから今日 NHK が報じていることとこれはあの 対象になる何て言うかあの年限が違うわけですけれどここねちょっとグループの違いがあるんですよ。で、えー、これはあの車の中で聞いた話なので、えー、なんですがあの総裁派閥岸田派とそれから茂木派幹事長派閥ですね。 この2つは新しい方には確か名前が出てないのかな。あのそういう微妙な違いね。うん。その辺もちょっと、えー、探求してまあ単なる偶然かもしれないあのそんな問題じゃないのかもしれませんけど、えー、小さなことがちょっと気になるので <laughs> そんなところもあのぜひ、えー、我が国の有能な 政治ジャーナリストの皆さんにはあの取材分析および報告をお願いしたいと思いますね、えー、それからさっき言いかけました長谷宏石川県知事の発言に関わる問題これはこれはねでかいよ <laughs> ちょっとでかいですよ。あの でまあ、ちょっと話のおしまいの方から言うと、えー、この問題についての長谷さんの記者会見っていうのは会見を拒否しているんで、えー、本人からの取材っていうのはなかなかこれ以上はできにくい感じなんですよね。で問題は何,何だったかっていうと、えー、つまり東京五輪の誘致活動に関しては。 まあ、安倍さんからも、えー、お金はいくらでも出,す出るから頑張ってくれと言われてで、えー、官房機密費、えー、正確には内閣官房保証費ですけどね、えー、ここから支出したという意味のことを言ってしまってで言ってしまった時もねやっぱり本当は言っちゃいけないことだっていう意識はどうもあったらしくて。 えー、ここから先はメモを取,る取らないでくれって言ってからその話をしてるんですよね長谷さん <laughs> これ面白いけどねだったら言わなきゃいいのにって言ってる人がきっとたくさんいると思うんだけど、まあ、そういうことですよ。これってオリンピックの IOC の一人一人にみんなその昔はアスリートだった人たちですからそのアスリートとしての記録それを 一冊のアルバムにしてですね一人, <laughs> <え> <laughs> 人20万円のお金をかけてアルバムをプレゼントするということがあってまあこれはまさに招致運動お金を使った招致運動とみなされますよねまあお金じゃないっていう。 ね、ぜひ東京に決めてほしい我々から皆さんへの真心のしるしというかもしれないけれどそれをやってこれはだから IOC の方のき規定にやっぱり反しますよね一つは。まあ、IOC についてのそういう委員の買収関係の問題はヨーロッパで随分言われましたしまあ日本でもまだけりがついてない部分は あ,のありますからね <laughs>、まあ、と同時に内閣官房保証、えー、費いわゆる官房機密費の使い道というのはほとんど報告されないほとんど公表されないんですけれどそれを、まあ、当時文科大臣だったあー知事さんがあ言ってしまったということで。えー まあこれはあの内閣が自由に使えるお金とみなされてこれね民主党の政権の時なんかも結局公開しなかったですけどその何て言うんですかねあの使ったら減った分をす,であのすぐにあのまあどっかからお金持ってくるんですね。 あの埋,め合わせ埋め合わせっていうかその穴を埋めてくれるとでいつも3億あるとかなとかいうふうな話でしたねだからその報奨費を与えることにあのまあ交付することに関して公表すると、えー、その人に危害を及ぶとか、えー、まあよろしくないという判断を、えーまあ、官房長官がするってことでしょうね。 まあ、そういう話ですよ。なんかブラックだよね。<laughs> うん、まああのそういう問題が、えー、勃発しておりますね。でさらにあまあこのくらいですかね。えー まあ、というようなことで、まあ、お金をめぐる問題その政治と金って言っちゃうと、まあ、ほとんど、えー、その、まあ、正式報告書のね、えー、内容についての話っていうふうになりがちですけれども、まあ、それっていうのは今回の場合あの いいいわゆる裏金作りの上等手段じゃないかっていう話がまあ出てきてきますよね、えー、もちろんあのその批判は当たらないっていうよく分かんないあの <laughs> 切り返しの仕方で国会でも、えー、与党というか政府は否定をしてますけれどもしかしそういう格好で、えー、仮に地域でもお金を隠していたということなので。 お金は隠れていたということなので、えー、これは大変よろしくない問題ということになりますね。で、しかもこれ一回じゃないんですよね、うん。まあ、なんていうか、いわゆる常習化してるっていう面があったので。 ということはこれをやればお金がうまく見えなくなるということをいばてうんでしょう分かってて続けたんじゃないかという批判は十分ありま,すまああの今の野党の中には予算案に賛成するからこれやってくれっていう格好でまあ今回ね 維新とそれから国民民主党が補正予算のこの予算案に関して賛成をしたということがありますんでまあ野党もあんまり当てにはできないんですけどでもまあ問題はあの一つ一つちゃんと追及した上で政権交代を目指そうとするまあ当然健全な野党の皆さんはえー このように吹き出してきたお金の問題政治と金の問題を一体的にぜひ取り上げて、えー、しつこくしつこくやってほしいというふうに、まあ、願っております、えーっとうんはい。しかし長谷さんって元プロレスラーの人だよね。うん あのプロレスがなんか乱暴だっていうつもりは全然ないんですけどこの人ちょっとその乱暴だね <laughs> あのさあれなんかすごいこと言って頭がどこ <laughs> そのね変なんですよあの石川テレビ放送っていうテレビ局があるんですがそこが制作したドキュメンタリー映画で。 ご自身、長谷さんや、県職員の映像を使っていることに関して、肖像権の侵害だって主張してるっていう。定例、<laughs> で、定例会見をやるには、石川テレビの社長が出てこいとか言ってるっていうね。これ、なんか、なんですか、リング上でのマイクパフォーマンスじゃないんだからさ。<laughs> こんなことする、するか <laughs> うん、今、4月以降に関しては、県の報告事項がある場合に、随時会見っていう形で行われてるんですって。石川県民の皆さん <laughs>、このことの意味をちゃんと把握してくださいね。だって、公人でしょ明らかに。 で県の職員の,あの労働は公務労働ですから、えー、まあつまり県の職員っていうのはあ県民があ、まあ、雇っている、ね、あの人っていうふうに考えれば所属権なんかないよね。<laughs> 少なくとも公務中っていうか仕事に関して、えー、隠す権なんかないでしょ。うんまあ、それはあの 広く肖像にも及ぶと思いますけれど、あのそうなんかね勘違いしてる人いるんだよねもうあの関東のあ,ある大きな都市の、えー、まあ役役人のインタビューを取った時もあの実はそういうことがあってあの名前はいいんですけど顔は隠してくださいねって言われたことがあのかつて私があの 「サンデープロジェクト」だったか「モーニングショー」だったか <laughs> で取材をした時にあの言われてびっくりしたことがありましたねあと学校の問題 <laughs> 学校の問題について学校の先生、えー、校長さんとか教頭さんとかそういう人に、えー、インタビューをした時に、えー、インタビューにはあの分かった「応じる」って言うんですよ「応じる」って言うんだけどあのすごかったなあの。 原稿用紙みたいなものをこう手で広げてこうやって顔を隠してね <laughs> あのインタビューしたことがありますまあどうしても嫌だっていうんで <laughs> じゃあ声あの少なくとも声はね使えますから <coughs> そういうふうにしたことがあったぐらいでなんか勘違いしてるよね。でそ,その学校の先生に関しては、えー、定年間近だったっていうことがあって。 で教頭先生か学校長ぐらいで定年になると、えー、なんか勲章がもらえるんだよね叙勲、うん、の対象になるんですよ。これ教育畑だけかもしれないけど他にもあいやこういうのもあるよっていうのがあるかもしれませんし <laughs> いやねあの飛平勘左衛門さん なんかもね、あのいやそれはあの私たちが叙勲したいぐらいですけれど <laughs> あの、まあ、そういうねあのことがあってその人は教頭になって、えー、もう勲章がもらえるのにそのいわゆる不祥事、まあ、その場合はそあ学校に関するある不祥事だったんですけどその不祥事の時に管理者をやってたっていうことがあると。 えー、勲章に傷がつくというふうに思ってたらしくてかた、えー、くないにあの顔を隠すって <laughs> インタビューっていうことがありましたね,でね。それはおかしいんだよ <laughs>、うん、そのいやほとんどの,あの役人の皆さんはあのちゃんと応じてくださってますよ、うん、あの私の経験から言っても。 まあ中にそういう人がいて長谷さんもどうやらそういうことのようですね。変だぞ、石川県。と <laughs>、えー、いうところで、えーっとまあ、今お話したお話の中身の一部に関して私が、ま、あんとマグマグさんから出させていただいております今そこ出てますが2つのメルマガの中に内容として反映させたいと思っております。 はいすいません長くなりました。というところで、えー、1曲目いきたいんですけどいいですかはいはい、えー、ボブ・ブルックメイヤーアンビル・エヴァンスアっビル・エヴァンスか。As time goes by.